玄関前のモニュメント、武藤順休、風の館仙台国際センターは、宮城県仙台市青葉区にある、コンベンションセンター、及び、国際交流施設、会議棟と展示棟で構成される、隣接する仙台やお葉山交流広場にも大型テントを、設営すると1万人規模の会議を開催することが、可能。仙台城旧大手門前にあるため、外観デザインは、 和風となっている。1991年、6カ国語同時通訳設備を持つ国際会議場を備えたコンベンションセンター及び一般市民向けの国際交流施設の2つの機能を持つ複合施設として開館した。コンベンション施設は座席数千席の大ホールのほかレセプションホール12の会議室などを備える。仙台市は1994年10月20日に 国際会議館光都市に認定された。2010年9月6日から9日までの期間、APEC 日本2010知的財産権専門家会合の会場となった。2015年3月14日から18日までの期間、第3回国連防災世界会議の主会場として使用された。これに合わせ、既存施設を会議棟とし新たに2014年12月には展示棟を 隣接地に完成させ、同会議で使用した。なお、同会議開催後の同年12月6日、最寄り駅として開業した仙台市地下鉄東西線。国際センター駅の2階部分には、当センターのコンベンション機能を一部支援することも、考えて、多目的ホールが併設された。仙台市都心部の西、広瀬川右岸の青葉山公園内に所在するが、周辺は仙台城市のほか 仙台市博物館、宮城県美術館、東北大学川内キャンパス、宮城県仙台第二高等学校など、文教施設が集積している。川内キャンパスにも6カ国語同時通訳設備を備えた東北大学100周年記念会館川内、萩ホールがあり、キャンパス内には講義室が多くあるため、学会会場として、当センターとそれらを一体的に利用する例が見られる。 市民向け国際交流施設としての面では、例年9月に、当センターや市民団体などによるイベント、仙台地球フェスタが開催されている、コンベンション施設一般市民向け利用無料施設その他、建築概要、編集例年9月に仙台地球フェスタが開催される、各国料理の屋台が並び、外国の音楽、文化がステージ上で繰り広げられる、2007年の内容は、 以下の通りで、入場者4500名、参加団体数67団体、ボランティア80名だった。なお、例年、東北大学国際交流会館において、東北大学の留学生団体主催で、東北大学国際祭りが同様の形式で開催されていた。仙台国際センター祭りとの違いは、主催団体の他に、観客規模が1000人程度であること、 夜間にディスコパーティーが開催されることにあった。2007年は東北大学創立100周年祭りと合同し、片平キャンパスで開催された。仙台市に提出された指定管理者評価シートに記載されているデータは以下の通り、2005年度と2006年度の利用者数は概数。ありがとうございます。